佐々木陽平は、日本の元政治家。衆議院議員、岩手県議会議員を歴任。大日本領有会会長。岩手県西岩井郡花泉町出身。東京農業大学を卒業後、農業に従事していたが、1979年に、岩手県議会議員に当選、4期務める。1996年の衆議院議員選挙に、岩手3区から、 新進党公認で立候補し自民党の志賀節を破り当選。その後、小沢一郎の側近として行動し新進党の回答により自由党に所属する。第42回衆議院議員総選挙の自由党、公認候補に決定していたが2000年4月5日の主犯指名選挙を欠席し、小沢への投票を回避する。 解散前になると公認を取り消され保守党に移るが、自民党はすでに、滋賀武士を公認していた。得票も前回と比べて8割も減らし、佐々木に代わり自由党公認候補となった、新人、木川田徹、現職、中村地から、現職滋賀に次ぐ4位で敗れた。2013年の第23回参議院議員、通常選挙で、 自民党から比例区に立候補することが決まったが、佐々木は70歳を超えていたため、公認決定に際し自民党青年局長の小泉、慎次郎が、比例候補者の70歳定年制に反するとして、異議を申し立てた。これに対して、自民党執行部は、特例として、佐々木の立候補を認めた。選挙は落選した。ありがとうございます。